こんにちは。ハロー。アンニョン。ニハオ。どうも、はるかです。さあ、今回は大分県の別府市に来ております。温泉だけじゃない別府の大自然を今日は一日楽しんでいきたいと思います。まずはこちら、阿蘇九十国立公園鶴見岳に行ける別府ロープウェイの乗り場に今私来ています。今からですね、鶴見岳の頂上にロープウェイで行きたいと思いますので、早速中に行きましょう。レッツゴー。ありがとうございます。 I've got ticket。 うわあ、超いい天気。うお、寒い。まあ、ここが頂上じゃなくて、頂上はここから歩いて15分ぐらいなので行きましょうか。今は1月の中旬で、お、マイナス9度。超歩きやすい。ちゃんと道が整備されてるから、いろんな方が登りやすい山になってるね、鶴見岳は。さあ、樹氷は見えるんでしょうか。超綺麗だ。別府湾と別府市が一望できます。ここから、ここから塚原温泉河口の泉が見える。向こうもね、志高湖が見えますね。むっちゃ綺麗。白銀の世界に来たみたい。この覆われている感じ、すごい。うわー、超綺麗です。今湯布岳方面展望所にいまして、ほら、目の前にほぼ同じ目線からの湯布岳が見えますね。ここから山頂向かいます。あ、鶴見岳頂上見えた。到着。わあ、超綺麗。鶴見岳頂上1375メートル。期間によっては夜のロープウェイもあるらしくて、ここからなんと夜景も見ることができます。夜景の写真がですね、こちら、じゃん。わあ、綺麗ですね、こちらも。さあ、続いてはあの別府湾の海に向かいます。さあ、続いてはですね、今私は別府くすのき港に来てるんですけれども、今からなんと別府湾漁船クルージングをやっていきたいと思います。レッツゴー。立派な船が来た。よろしくお願いします。今回ですね、漁船に乗せていただく中山さんです。よろしくお願いします。失礼します。よいしょ、行ってきます。別府タワー、こっちから見るのむっちゃ綺麗。別府駅の近くから出発したんで、今から別府国際観光港に向かって撫でるように進むんですけど、まず別府タワー見えますね。で、なんと扇山も見えちゃうという、最高。さあ、皆さん、この神々しい景色どうですか。あそこにポツンと立派な山、あれ高崎山ですね、行きましたね。さっきまであそこいたんですよ、私たち鶴見岳。あそこのてっぺんにいて、今この海の上にいるという、もう大自然満喫プランですよ、今回は。風が強くないときはもっと向こうの方にも行ったりする、ね、そうですね、今岸からね、だいたい200メーターぐらい沖を走ってるけど、風がないときは1キロ先から全体を見てもらう景色をね。なるほど、ね、今日は今はもうちょっと近いので、うんうんうん、近場しかわからないけど、ちょっと1キロ先から見ると
あの別府が全体が綺麗に見えます。いやでもこの距離でも全然全体見えるんで超気持ちいいです。普段なんかここに参加される方って船の上でどんな時間過ごされること多いんですか？特に多いのは夜景を見るのが多いんです。あ、夜景クルージングがやっぱ人気なんですね。秋口がやっぱり一番綺麗に映るかな、空気も多分澄んでて綺麗なんでしょうね、きっとその時期。空気が澄んでる時はもうくっきり見えるんで最高やな。中山さん普段はあれですもんね、漁師さん。漁師です。でもこうやってガイドさんとしてもされてるってことですよね。空いた時間を利用して、あ、うん、まあせっかくねお客さんが楽しんでもらえるんならってことで。いやこういうことなんですよ、やっぱ地元の、ね、方とこう触れ合いながら別府も楽しめれる、これがねこのツアーのすごくいいところだと思います。しかもなんかスピードを速めたりこうやって今止めてもらったりしてるから、なんかスピードも楽しめるからすごい気持ちいいです。まあ漁船だからモーターボートみたいに速くないから、まああの安全なのは安全ですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回中山さん本当にありがとうございました。今回はですね、別府の海に山に大自然を満喫するという動画だったんですけれども、体をたくさん動かした後に最後は別府の温泉に浸かってゆっくりしてみてはどうですか。今回の、鶴見岳や、漁船クルージングのツアーの情報は概要欄の方に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。